横浜ミュージックスクール特徴はですね、3つございまして、まあ、我々のパンフレットとホームページでも載せておるんですけども、横浜と少人数と学費が安いというところが、最大の特徴になっております。一学年80人という、少人数制になっておりまして、まあ、建物もこの8階建てで全て収まる、ようになってるんですけれども、とにかく講師との距離感が近いと。で、しっかりと教えてもらえる。で、あとは進路相談がしやすいとか、オーディションにたくさん出れるとか、少人数ならではの、たくさんのメリットがあります。現場研修が多いというものがありまして、これは講師が現役でプロで活動されている先生ですので、その先生方からですね、僕のライブ見に来ませんかとか、お手伝いしに来ませんかと、たくさん研修の機会をいただくんですね。こういったイベントにたくさん学生が行けるというのも大きな特徴になってます。とにかく何回でも行けるというのが我々の少人数の強みかなと思っております。私も実は、まあ、本校卒業生でして、いろいろ音楽の専門学校を見させていただいたんですけれども、まあ、決め手になったのはやっぱり学校までの近さ、あと学費、少人数っていうところだったんですね。で、やっぱりプロの先生に生で教えてもらえるというなると、とにかく時間は大切だなと思ったので、まず通いやすいことが一つと、あとは先生方に教えてもらえるときに人数が多かったら質問ができないよなって思ったので、少人数であるというのが、もう一つと、あとは学費が安い方が親に迷惑かけないだろうっていうところで、そういったところで、まあ、3つ私はそこで選びましたね。なので3つの特徴を、思いっきり意識して選んだというところです。音楽専門学校を検討されるというのはすごく大変なことだと思うんですけれども、我々はですね、デビュー以外にも音楽系の就職や一般の就職と、とにかく幅広く夢を応援するということをやってますので、本当に安心して学校を通ってですね、2年間卒業後も安心していただけるようにという環境をしっかり作れるように頑張っております。まずは一度雰囲気をですね、体感していただけたらありがたいなと思いますので、このアットホームな雰囲気をぜひ横浜で体験してみてください。お願いいたします。